毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長の三浦雄大と申します。日々僕の動画を見てくれてどうもありがとうございます。本日はですね、僕の、雄大コープの、動画のこれからの方針についてちょっと喋りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今現在は、2016年の11月なんですけれども、これからです、11月12月かけてですね、いろんなイベント、またクリスマスが近いということで、さまざまなイベントの方ことを、流してみようと考えております。まずですね、11月の、22日にですね、ミスワールドと呼ばれます、あの、ミスコンのイベントがあります。そのイベントはですね、あの、レセプションパーティーと呼ばれるパーティーなんですけれども、その模様をお送りしたいと、まあ、現在考えております。次にですね、その1週間後の11月29日、ミス・ユニバース・ジャパン東京2017の本大会が東京の渋谷で行われます。その模様を今お送りする予定で、今現在調整してあります。次にですね、11月29日の、翌日になってしまうんですけれども、ミス・ユニバース・ジャパン千葉大会の模様を、お送りする方向で今考えております。そちらの動画に関して言えば、皆様そのファイナリスト様のその模様をリアルタイムで放送しようと今考えております。また、できればなのですけれども、そのファイナリストさんの、インタビューを頑張って撮ろうかなと巧妙に今考えております。皆様どうぞお楽しみにしてください。次にですね、これからのその雄大コープの動画の、まあ、構成についてちょっと話したいと思います。今現在僕の動画はですね、 iPhone を使って、まあ、撮影をしております。これからもその iPhone を使って撮影するとは思います。で、これからはですね、MacBookのノートパソコンを使いましてですね、より高度な動画編集を目指してみようと今現在考えております。状況によってはですね、テロップを入れたり、動画を加工したりし、編集技術を、まあ、上げたり、またその知り合いにその理系の友達がいましてですね、その友達の助言を得て作成しようと今考えております。まあ、自分は今文系なのですが、全くあの IT の知識は全くありません。ですが、できる限りその、まあ、勉強をし、皆さんの期待に添えるような動画を作りたいと考えております。これからもその雄大コープのチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。雄大コープの三浦雄大でした。ありがとうございました。